おはようございます、こんにちは、こんばんは、バス釣りの話でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、総裁選もね、はい、盛り上がってきてるのかなーなんてね、バス釣りの話的には思っておりますので、ちょっとね、総裁選、進次郎先生のねことについてね、ちょっと語りたいと思います。今ちょっと経歴のことね、ちょっと調べてみたんですけど、進次郎って就職したことないんですね。一般の社会で社会人として、まあどっかに就職したとかそういう実績はないですね。なんかずっと学生やってて、その後すぐね親父の秘書やってて、で親父が引退して、でその場所をね、地盤を引き継いだっていう、まあいつものザ世襲ですけど、まあね、ほんと就職したことないんだってびっくりしちゃって、まあ自分は新次郎よりも年下ですけど、まあ同世代みたいなところはあるんで、就職したことないんだってね、思いましたよね。就職したことないのになんでさ、労働規制とかさ、緩和とか言うんだろうね。働いたことないやつにさ、マジで言われたことないよ、言われたくないよね。どんだけさ、社会人のみんながさ、苦労して働いてさ、お金をさ、得て家族とか養っていくかなんてさ、はっきりと分かってないんじゃないのかな。ほんと、まあ、政治ファッションの完全体なんじゃないかな。あのね、エリートと言われてた安倍晋三先生ですら、まあ、神戸製鋼で一応ね、まあ、コネかもしれないですけど、一応働いてるんですよ。まあ、特別待遇かもしれないけどね。で、そうするね、それでさ、まあ特別待遇かもしれないけどさ、やっぱ社員の人の話聞いたらさ、まあわかる可能性はあるよね。けどさ、完全シャットアウトして、まあね、アルバイトもね、やったことない人に対して、まあアルバイトのね、税金でしたっけ、規制を、今106万円でしたっけ、103万円でしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、100万円ちょっとの非課税枠を撤廃するって言ってるんですよ。本当にマジでやめてほしいわ、まずさ、なんだろうな、現場を知ってからとか、ね、よく言いますけど、まあそれもね、一概に合ってないんだけど、まあ現場を知ることはいいことだとバスになっちゃう思ってますね。であとね、現場わからないやつの特徴として、言うのは、あいつらね、無知でさ、数字しか見てないから、無茶なこと言うんだって。いや、それ無理でしょ、みたいな。いや、現場的に無理でしょ、みたいなことを、平気で涼しい顔して、あ、これやっといてって言うんだけど、やる人ってマジで大変なんですよ。まあなんでもね、まあ、体とかもそうじゃないですか。維持とか管理するのってめっちゃ大変でしょ。やっぱ年とともにね、体型とか変化すると思うんですけどね、皆さんね。まあ変化しない人はいないと思うんですけど、ね、趣味とか思考とかも変わってくるし。でそんな中でね、体型を維持するのってめちゃくちゃ大変なんですけど、だからあれですよ、仕事とかあんまり無頓着の人ってブクブク太るでしょ、年取ってくると。あれって典型的にそれに対応してないんですよ。そう、自分の体重の変化に対して食料とか、まあ、食べ物とか、まあ、運動量とかを考えないで食べてるから太るんですよ。例外なくね。まあそういったね、現場のことをわからない人間がさも偉そうなことを言って、労働規制改革だとかね、雇用の流動性だとかね、まあ、わけのわからんことを言って、まあ、日本経済をぶっ壊していく典型例が、まあ、小泉進次郎とか、河野太郎、あいつらマジで属性超似てるよね。陰か陽かみたいな。陽キャが、小泉、陰キャが、河野。本当だよね。で、本音で全部適当というか、ガンガンね、サイコパスだから言うのが河野太郎。で、小泉は、まあちょっと心も、ね、人の心持ってるから一応話は聞くんだけど、まあわけわかんないこと言って、人のことをポカンさせるっていう、まあ不思議ちゃん、ですよね。まあどっちが人として面白いかって言ったら、まあ小泉なんだけど、まあただ彼はトップに立つ器じゃないよね、申し訳ないけど、言ってることがね、多分理解してないんだよね。なんか耳障りのいい言葉とかに流されて、まあビーソーが入れちゃうっていうのも、まあいつものね、日本の政治のね、まあ基本なんだけど、まあそれにしてもひどいよね。まあ彼これからテレビに露出して、まあいろいろね、日本の政策とかを、まあ、話さなきゃいけなくなるシーンっていうのがあると思うんですけど、これからえっていうね、台本に書いてないことを言わせたらマジでわけのわかんねえことを言わすっていうのは、
本当わかるよ。彼頭の中で自分の言葉じゃないんですよ。なんとなくで喋ってるからブレるんですよ。例えばバス停の話とかって、まあブレることはあるかもしれないけど、まあ基本的には財政政策が必要だっていうことはブレないじゃないですか。なぜならまあケインズ経済学ですよね。まあケインズ経済学のもとにおいて、まあ過去の歴史からまあ紐解いていくと、これは間違いないという事実だけを言ってるからブレないんですよ。うん、それに対してまあ小泉ってのは多分何も分かってないんですよね。本当に自分の頭で考えてないから、これこういうことをしたらこういうことに波及するなとかっていうのは。多分行き当たりばったりで、その後のこととか多分ねあんまり考える能力が少ないんじゃないかなとね、バス停の人睨んでおります。でそんなわけでね、まあ結論から言うと、進次郎先生は、政治界のファッション税、完全体なのかなと、はい、バス停の人はね思いましたと。まあこれからね、テレビでね、進次郎先生が映ったら間違いなく面白いことどんどん言ってくるんで、皆さんねテレビの方に注目して、小泉進次郎さんの不思議ちゃんの、発言に、笑ってあげてください。ポカンとしてくださいと。はい、以上の話になります。緊縮財政をぶっ壊す。